いね。今日はあの吉田プロに何を教えてもらいました？ここに、うん、小さいミニオンがいるって思って。ミニオンどこに？どこに？ここ、あ、ここに？言われて潰さないようにあげて、うん、このミニオンね、このミニオンね、潰さないようにを作ると。やってみせてもらっていいですか？こっち、ここにミニオンがいる、ここにずっとミニオンがいる。おお。そしたらどうなりました？ボールはちゃんと飛ぶ。他に教えてもらったことありますか？他に教えて、他の最初の10センチぐらいのところを肩で。あ、ここね、ここね、うん、初めに動くときね、肩で動かす。うん、おお。そしたらドライバーも当たるようになりました。ありがとうございます。今日はキトプロに何を教わりましたか？パターを教わって、苦手って言ったら変ですけど、あんまりだって半年を聞いたから、はい、さっき、はい、レッスンさせていただいた。ここでですか？はい。何を教わったんですか？コスとしては顎を動かさないこと。顎が動いてたんですか？まあ、正確に言うと頭切り返しから、うん、ちょっと切り返し、マクシン上げてちょっと切り返す時ぐらいから、はい、徐々に動き始めてて、はい、動いてるねって感じだった。それは関口さん気づかなかったんですか？あんまり気づかなくて、でなんか結構動いてるよみたいな感じで打つたび言われてたから、なんか自分ってこんなに動いてるんだなって思いました。皆さん上手い、上手いかお上手ですよ。お上手です。将来が楽しみ。まだこの子とか中2なんですよね。はい、中2なんですよ。中3なんですよ。中3。ゴルフ技術があって、はい、スイングもすごいいいので、はい、頑張ってほしいです。はい。ありがとうございます。あ、今日は教えてもらって優しく教えてもらいました？はい、なんかすごい分かりやすくて優しくて、はい、すごいいいプロだなって思いました。いいプロだなって思いました。褒めていただきました。褒めていただきました。応援しに行かないとダメですよね。はい、来週千葉なんて来てください。今週だ。今週富士通だもん。なんか先人だ。ありがとうございます。小暮さんが出ている YouTube のゴルフのやつです。初プレイしてるマジですか？今日はどうでしたか？今日は楽しかったです。ジュニアの子たちはなんか若さとか感じました？そうですね、まあ、ゴルフが好きなのと、まあ、向上心持ってるのはすごい感じましたね。なんかご自身 の、 あの中学高校の頃と比べてここが違うぞって言ったところとかってありました？真面目ですね。僕らの時はこんな練習しなかったです。さっきあのヤーデージブックも持たないしキャディーさんにお任せしてるっておっしゃったら本当なんですか？はい、あ、本当です。はい、僕も一個聞きたかったんですけど、はい、お子さんがもしプロになったとして初めて賞金をもらったらこれを買いなさいっていうアドバイスがあったら。アドバイスですか？はい、もう好きに使ったらいいと思います。好きに使ったらいいと思います。自分のお金なんで、はいはい、それは何も言わないですね。好きに使ってって言います。はい、ジャンボスポーツソリューションのイベントってこれからも出られるんですか？そうですね、もう日程が合えば、はい、参加したいですね。皆さん結構楽しみに待っていると思うので。そうですかね、まあ、そう言っていただけるとありがたいですけどね。はい、じゃあ今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした、レッスンはどうだったかなって言っていろいろ聞きたいけど、まあ、せっかく今ツアーの忙しい合間、あのツアープロの今回レッスンしていただいたので質疑応答形式で質問をしてほしいと思うので、ジニアの子質問がある方全然なかなかね手を挙げられる子いないよね。ある？じゃあどうぞ。この間初優勝したんですけど、今まで優勝争いに行った時と前回の試合というのは、まあ、今まで優勝する前っていうのはどうしても周りのスコアをすごい持ってしまったりとか、まあ、周りの状況ばっか気にしてしまって、まあ、それに対して自分でプレーができなくなってるってことが多かったので、優勝した週に関してはそういう、まあ、ボールとかもあんまり見なかったし、なるべく他の人のプレーも見ないで自分のプレーに集中しようと思って、とにかく目の前の1打1打をしっかりプレーすることに集中してやったら、まあ、結果的に最終ホールで、まあ、チップインして優勝することができました。まあ、やっぱり、ね、周りばっか見て、まあ、自分のプレーができなくなってしまうと、まあね、それでミスとかするとか、そういうちょっと後悔とかもありますし、やっぱ自分のやるべきことをしっかりやって、まあ、結果は、まあね、最後ついてくればいいかなというぐらいの思いでやったのが良かったかなと思います。今のは勝った人の意見です。勝ち試合を負けた人あの日本プロみたいでしょ。あれ絶対勝った試合なのに負けた人負けた人の意見も聞かない。負けた人の意見だ。勝ち試合を負けた人の意見。あの50歳の人に、そう50歳の人に負けた。そう50歳の人に負けた。これ優勝争い一緒だから勝った人、負けた人。はい、負けた人。何を言う。何を言う。そのこれどうやって誰。いや何を言ったらいい。いやだから優勝争いの時はどういう気持ちで、争いの時はどういう気持ちでやってますかって言って、なんで負けた。なんで負けた。なんで負けた。肩が入ったんですよ、あの人は。肩がしつこい。しつこいやつは勝てる。そう、優勝争いしてたらもうしつこくいったら勝てる。そう、パターでやられたから。あの人めっちゃうまいね。誰が